こんにちは、北沢コレクションです。今回は第61回静岡ホビーショーに来てみました。会場には各社からいろいろな新製品が出ていてとても楽しかったのですけども、個人的に一番注目していたのはこちらの青島文化教材社さんのブースです。青島さんといえばもちろんこちらのトラック野郎ですね。今回は先日発表されたラジコンとプラモデルの新製品がどのようなものか詳しく見ていこうと思います。ということで早速ブース内のトラック野郎コーナーに来てみました。はい、ありました。 RC トラック野郎の望郷一番星と32分の1プラモデルの熱風5000キロですね。というかちょっと待ってください、奥にもう一台いますよね。おお、これは突撃一番星じゃないですか。この話は全然聞いてないんですけど、2023年10月発売予定と書いてありますね。いきなりの会場発表、青島さんもなかなかやりますね。これは驚きました。ということで青島の担当者の方にお話を伺いました。まずこの突撃一番星は以前発売していた32分の1プラモデルの突撃一番星の再販バージョンといえる内容です。最初に発売したのが2010年だったのでちょうど13年ぶりの再販ですかね。大きな面積を占めるパネル部分については選択式になっていて2種類のパーツが入っています。1つ目はこの完成見本に使われているオープンボディタイプです。これはパネル側面の横扉を表現、さらにリアの観音扉を開閉できるようにしたもので、実写のパネルのディテールを精密に再現したものです。付属のオーパンデカールを貼ることで一番星号の美しい箱絵を忠実に再現することができます。そしてもう一つはリアの観音扉の開閉を省略し、横扉のモールドもなくして箱絵を簡単に表現できるようにしたクローズドボディです。キットには大判のパネルシールも付属しているので、そのパネルシールを貼ることで仕上げられるのが特徴です。こちらは誰でも簡単に組み立てができるようセットされたもので、デカール貼りが苦手な人でも一番星号の美しい姿を手軽に再現することができます。以前発売されていたバンダイの20分の1スケールのプラモデルも平面的なパネルに大判ステッカーを貼って仕上げる内容だったので、昔のバンダイ製品を知っている人にも馴染みのある仕様ですよね。そしてこの製品の特徴は突撃一番星の一番星号に取り付けられた各部のユニークな飾りとアンドンを表現できることです。まずはキャブの前面に取り付けられた UFO のオブジェですね。これまでに発売された突撃一番星のホビー商品はいずれもワシレリーフを取り付けた劇中後半の仕様でしたよね。いわゆるイルカ研究者のアンドンをつけた仕様で製品化されるのが定番だったんですよね。でもこの青島の32分の1プラモデルは劇中前半の UFO 仕様を再現できるのが最大のポイントです。ワシレリーフのある場所に取り付けられた UFO のオブジェはとても立体感のある仕上がりになっています。映画トラック野郎シリーズの中でも最もユニークな仕様を実感たっぷりに再現しています。さらにシートキャリアに取り付けられたパラボラアンテナも再現しているんですよね。このパラボラアンテナは劇中前半にしか登場しないので、その形状を特定して製品化するのは相当に大変だったんじゃないかと想像します。さらに運転席の横に取り付けられた UFO 探知機の装置もしっかり表現しているんですよね。こちらの方も映画では一部分しか見えてないはずなので、全体の形状を特定するのはかなり難しかったのではないかと思うんですけど、よく再現しましたよね。このこだわりが本当にすごいなと思って、この完成見本を見ているだけでもう早く家に帰って映画見たいって思ってしまいました。あとこの完成見本ではキャブを真っ白に塗装してあるんですけど、当時の写真などを見ると少し青みがかった白に見えたりもするので、資料を探っていってもどれが正解なのか分かりづらいという難しさがありそうです。当時は映像が荒かったので、それをデジタル化するとその処理の仕方によって少しずつ色味が変わってしまうことがあるようなんですね。言ってみれば本当の正解というものは実はないかもしれないので、そう考えると正解はプラモデルを作る人それぞれが出していけば良いのではないかと思います。何よりそうやって当時の写真を探したり映画を見たりして資料を検討している時間が実は一番楽しかったりするんですよね。そうやって自分なりの楽しみを見つけていくのがこの製品の楽しみ方ではないかと思いました。
そんな32分の1トラック野郎ナンバー3、一番星、突撃一番星は、2023年10月の発売予定で、価格は税込み19,580円です。こちらはプラモデルの32分の1トラック野郎ナンバー2、一番星、熱風5000キロですね。映画トラック野郎に登場する歴代一番星号の中でも、ふるさと特急便と並んで人気の高い熱風5000キロ。ずっとプレネがついた状態で取引されていたので、今回の再販でやっと定価で買えるようになったのは本当に朗報でしたね。こちらの製品もまさに待望の再販と言えるのではないでしょうか。製品内容は前回通りで、荷台は作りやすいクローズドボディとリアルなオープンボディの選択式、箱絵はパネルシールとデカールの選択式となっています。今回久しぶりに完成見本を間近で眺めてみたんですけど、本当に惚れ惚れするような出来で、思わずうっとりしてしまうような完成度の高さでした。もともと13年前に発売された製品なんですけど、設計の古さを感じるようなところは特にないし、ディテールの再現度が本当にすごいですよね。特にフロントバンパーとかバイザーの彫刻、あとはしごの繊細な凹凸の表現などは RC トラック野郎では表現されていないところなので、見ているとやっぱりプラモデルの方も欲しくなったりして、本当に危険ですよね。ちなみにモデルの横に置かれていたパネルにはリニューアル商品と書いてあるんですけど、一体どこがリニューアルなのって、単純に前回の再生産なんじゃないのって思っている人も多いですよね。かくいう私もそう思っていたので、今回青島の担当者の方に一体どこが違うのかとズバリ聞いてみました。そうするとですね、返ってきた答えが意外だったんですよね。それは目に見えない部分での改良だったんですよ。例えばシャシーと箱を合わせる部分の金型の合わせとか、組み立てを進めていく中でちょっと組みにくいなと感じる箇所について、より組みやすくなるような改良を行っているという話でした。従来ならここちょっと難しいなという部分の組み立てが、今回は普通に組めるようになったというような改良らしいです。こういう目に見えないような地味な改良は、今回の熱風5000キロと突撃一番星の両方で行われているそうです。特に表立って歌ってはいないんですけども、こういうユーザー視点での質的な改良はありがたいですよね。逆に言えば製品の出来自体はもう十分すぎるほどの内容なので、あとは細部をブラッシュアップしていくことでより完成度の高い製品内容になるというところですかね。とはいえリニューアルしたところは実際に組んでみないとわからないので、もしその改良点を知りたいのであれば実際にキットを組んでみることをお勧めします。そんな32分の1トラックエロナンバー2一番星熱風5000キロは2023年8月の発売予定で、価格は税込み19,580円です。そして次はこちら、32分の1 RC トラックヤロナンバー SP の一番星望郷一番星 AC アダプター付きです。こちらの製品は2022年4月に発売された RC トラックヤロナンバー03の望郷一番星に専用の AC アダプターをセットした内容になっています。以前の動画でもお伝えしましたが、こちらの製品は2023年12月発売予定で、価格は税込み36,080円となっています。会場ではこのように2台の RC トラック野郎が展示されていて、奥の1台は周囲を暗くして電飾が見られる展示内容になっていました。そしてこちらが AC アダプターですね。この AC アダプターと RC トラック野郎の望郷一番星については改めてご紹介したいと思いますので、もしよろしければこの機会にチャンネル登録をしていただければと思います。おそらく2023年のクリスマスか年末くらいには発売されると思うので、2022年の発売時に買えなかった方はこの機会に買っておくと良いかもしれませんね。ということで今回は静岡ホビーショーの青島ブースに展示された3つのトラック野郎製品についてご紹介しました。最後までご視聴くださりありがとうございました。